で、これね、パルスで切るとの結構、やぶないぞ、このラインは。あぶね、ギリギリだ。パルスで切るとるなら結構重要だと思うんだよ、これ。1キル、入るだけで。オッケー、1キル、取り返して。おー、大丈夫、このライン。おー、キルにキル重ねて。逆にパルスで、うおー！はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハセシンです。ということで、ついに来ましたね。最新作のコールオブデューティー、モダンウォーフェア2と、コールオブデューティー、ウォーゾーン 2.0 のところに、このモードが追加、ウォーゾーンカップでございます。おそらく、ワールドカップにちなんだモードなんじゃないかなということで、見ていきましょう、説明を。まずは、水色の文字で、基本プレイは無料ですよ、と。で、チーム人数は3人、プレイヤー最大数は6、3対3に分かれて戦うということで、で、内容がですね、ATV という乗り物に乗って、サッカーをしましょう、みたいな感じですね。で、5点先に取ったチームが勝ちですよと。このモードはですね、期間限定モードなんでね、決められた期間内でね、楽しみながら、ウォーゾーンカップの雰囲気を満喫してしまいましょうみたいな感じですね。とりあえず基本プレイ無料のウォーゾーンカップ、サッカーモードをプレイしていきましょう。よろしくお願いします。検索かけてください。ということで、今後もですね、ハセシンのチャンネルでは、マイペースに楽しめる動画投稿やライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方は、チャンネル登録と良ければですね、グッドボタン、高評価、ポチッとワンタッチしていただけたので、マジで活動のモチベーションの向上にぐーんと繋がるということで、良ければよろしくお願いいたします。これ右下の表記もなんか変わってるっぽいな。選択で、おー、いいね。ダブル XP トークンを使うことができるっぽいっすね。いいじゃないの。早速マッチングしたんじゃないかい？行きましょうか。おー、いいですね。アルエシマフィールドでのウォーゾーンカップ、あと2名。でです、皆さん、なんとですね、アップデートが来まして、この武器のところのトップから射撃場に移動することもできたりですね。あとはですよ、なんとですよ、このガンスミスのところで左下に注目。カスタムモッドを保存することができるようになったと。そうなんですよね。自分のガンスミスを保存できるようになったんですよね。ついに来たということで、盛り上がりそうですね。さらに、コールオブデューティーモダンフェア2と、コールオブデューティーウォーゾーン 2.0 が、あと1名。ウォーゾーンカップでさっき練習のためにね、数試合プレイしてきたんですけどもね、めっちゃおもろかったね、マジで。来ました、やっていきましょう。さあ、どうすか、皆さん、このスタジアム。めちゃめちゃ綺麗でしょ。今回僕たちが緑チームみたいな感じかな。だから、向こうのね、黄色サイドのところにゴールを決めに行きましょう、みたいな感じですね。で、ショックスティックも置かれていて、ショックスティックも使うことができるらしいんだが、さあ、とりあえず、開幕行きましょうよ。でね、パルスを使って、おー、早速キルが発生してるな。さあさあさあ、パルス使ってね、速度ね、ぐんと一時的に上げてね、がっつりとチャージして、このような感じで、敵を倒すことができれば、ボールを一気にぶっ飛ばすこともできるみたいな、こういう感じのプレイもできるんですよね。運ぶぞ、運ぶぞ、ボールを、ボール運ぶぞ。で、壁に当てて、ちょっと当てすぎたか、若干。若干、ちょっと右サイドからの展開で、いや、行きたかったか、厳しいか。さあ、パルスが止まってる、100パーになってるから、これ一回キルに走るのも全然ありだな。さあ、これ、おっと、若干キルまで繋げられなかったか。さあ、ショックスティックあるので、ショックスティックをボール前で投てけ。さあさあ、どうだ。いや、オンゴールになるぞ、オンゴール。ナイスカバーだ、いいですね。さあさあさあ、盛り上がっていきましょう。ここで正面からドリブルで、ドリブルすることにより 100XP が入るということで。さあ、これ、パルスを使って、壁を、おっと、いいですね。これ逆にあり、センターからの、ここでクロスで挟んで、セント当てて、ゴールキーパーいるか、入っちゃうですね、これ。いいですね、これ。完璧なんじゃないでしょうか。さあ、あと4点さらっと決めていきましょう。ここからですよ。1点リードの幕開け。これ、開幕大事だな。俺、ドセンター行くか。任せてほしい。ドセンター担当します。よろしく、お願いいたします。うわっと、キルして、キルされて、相打ちですね。お互いパルスで正面衝突だよ。さあ、ここから、リカバリ入るぞ。大丈夫か。ゴールライン、岸から固めて。センター、ボール。これ逆に奪いたいか、ちょっとスルーしてしまったか、若干。で、ボールカメラに切り替えていこう、ボールカメラに。これね、試合中に、これね、スティック押し込むってことにより、ボールロックオンカメラに切り替えることができるんですよね。ちょっと逆にこれ、おい、完璧なライン、ゴール決めることにより、2000XP 入ると、激アツっすー。行きましょう、これだからで、ね。さあ、順調ですよ。第3ラウンドといったところで、行きましょうか。開幕、ちょっとじゃあ、行かしてもらうか、パルス。まただおいって、いきなりあの流れ、敵まで分かってんだ。ちょっと大丈夫か、これ。若干しんどいか。わー、ごめんちょっと待って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 。ごめん、マジでごめん。まさかの味方がバックでボールを運んできてくれていた。ちょっと対応することができなかった。申し訳ない。オウンゴールが入ってしまったか。ずわまただ大丈夫か。今の1点は俺がしっかり取り返すわ。いや、あの1点分は任せてほしい。ごめんの味方。ちょっと、ああいうことも、ああいうトラブルもありそうですね。ちょっと気をつけていきたいところだね。だが、しかし敵が強いか、これ。俺もちょっとやるしかなそうですね。これ、キル取り返すなりだね、逆に。で、これね、パルスで切るとの結構、やぶないぞ、このラインは。あぶね、ギリギリだ。パルスで切るとるなら結構重要だと思うんだよ、これ。1キル、入るだけで。オッケー、1キル、取り返して。さあ、大事だぞ、コールオブデューティーラストも。兼ね備えているのが、このウォーゾーンカップなんですよ。さあ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 、どうなる？ショックスティックが、ちょっと、若干投げられているか気をつけてほしい。
おい、どうなるこれ。おお、キルにキルを重ねて、おお、これ逆にあるぞ。これパルスで、ちょっときついか。おお、さらにここで3点目追加大盛り上がりやんけ。おい、熱くなってきたなこれ。おい、さあこれ本当にオウンゴールにマジ気をつけてダメだな。さあこれしっかりと、もう一丁安定ので、これ逆にあのパルスでボール触られてゴール前にボール運ばれるよりマシでしょ。しっかりと1キル1ですね。11交換で持ってかあたり、やべえぞこれ。来るぞパルス、逆にこれ裏取り、俺裏取りパルスリベンジさせよう。でこれバックで、おお大丈夫かこれ。このラインちょっとまずいんじゃないか、これこれまずいんじゃないか。これリカバリー欲しいね。さあ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 、ナイスキル味方うまい。でボール運ぶ、この運び方ちょっとまずいか。ちょっと待ってよ、これパルスでボールちょっと向こうに運んどきながら、いいですね。さあ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 、このラインまずいぞ。おー、ナイス防衛、いいですね。でこれ俺がカバーですよ。ボール運ぶぞ、ドリブル入るわ、ドリブル入るわ、ドリブル入りながら、いいですね。これ 1v1 だが、しかしパルスで突っ込んでくる敵、これまずいぞ。おい、ボールが転がる転がる。お、大丈夫かそのライン。おお、危ねえ今の、ギリギリだったんじゃないですか。ちょ、ショックシャイ使っていきたいね。ちょ、待て待て待て、ナイスライン、ナイスライン、ナイスライン。ちょっと待て待て、敵すごいって、めちゃめちゃキルしてくるやん。さすがにすげえな、勢い。これ負けてられへんな。じゃあ俺も行っちゃおうか、じゃあ俺も行っちゃおうか。ちょっとまずいのだこれ、ちょっとまずいのこれ、若干まずいのだこれ、やばいそのラインは。うわ、さあ3対2激アツよ。このラウンドは俺たちがものにするしかない。さあヘディング、橋の新ヘディング、ボールを上空に突き上げ、しっかりと跳ね返ってくるところ、俺が待つセンターで。大丈夫か、いや味方結構、敵は結構攻撃的だなこれ。でここで俺がセンターからプッシュ。いやきついか、ボールカメラ、これが大事ですね。これボールカメラ切り替えるタイミング大事だと思われる。だがしかしこのラインまずいぞ。味方カバーできるか、ナイスカバーですね。ナイスキル、いいぞ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 。ショックスティック気をつけてくれ、ショックスティック。意外に俺もショックスティックを投げる。ちょっときついか、これ後ろに下がりながら、まずいぞこのライン、このラインまずいぞ。逆にこれはパルスでボール弾き倒す。おお、すごいことが出るかこれ。逆にセンターでいいとこ待ってるんだって。もうこれボール跳ね返ってくる待ちしてるなこれ。で俺もこれ跳ね返ってくる待ちしながら、まだパルスは溜まってないので、パルスがナイス、味方そのカバーいいね。で味方がボール運んでくれる。これおっと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 、おー、すごいね、すごい、トリプルキルだこれ。熱い、これゴールがなきゃなんでは、これ感じで。いやちょっときついか、後ろで、うお、うますぎそれ。俺マジで今入ってないか、ガチで熱い戦いなんだこれ。ウォーゾンカップ、これ直接俺が投てき、大丈夫かい。今のめっちゃフリーだったんですけど、だったんですけど、これちょっと厳しかったですね。なかなか入れるのが結構微調整がむずいと。おお大丈夫か、このライン、おお、キルにキル重ねて、逆にパルスで、うおうわ、ミドルシュート激アツだった今の。いやいや惜しい、ちょっと若干ポール捉えたか、枠に捉え生きることができた。これ熱いぞこのサッカー。ここに一回ボール弾いておきながら、角度作りながら、どこ行ったボール。さあパルスで、パルスは溜まってるか、俺いけるか味方、ここリカバリー。 だがしかし敵もこれ来るか、これ俺のパルス、おっとボールがどういった、まずいぞ、センターに待ってる敵がいる。おーい、どこボール、やばいってこのボールの角度、ちょっと待って待って待って、やばい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 、入るわけにいかねえわ、入るわけにいかねえわ、いや入っちゃう、ナイスカバー味方、神カバー。だがしかし敵のパルスが強すぎる。まだまだ行くぜ、いいカバーよいいカバーいいカバーよいいカバーよ。これ俺がパルスでカットを重ねて、しっかりとボールの背後に回り込み、リカバリーを待ちつつ行きたいところであるか。ちょっとしんどいか、すぐに回ろう、すぐに回ろう、今すぐに、やばいやばいやばい、一回これ、一回これ、ショックスティック投げといて、引っかかるんちゃうか、引っかからへんか、どんだ、このキーパーというか、このボールブロック、ガチで熱い、これ5点決まらないぞ、これ、おお、どうなっちゃうんだ、これ、どうなっちまうんだ、これ、熱くなると、おいおいおい、そのミドルシュート、熱いぞ、からの、ここで、俺たちが決めるんじゃないか。うわどうマジ熱いって、どうなっちゃうんだい。残り30秒ラストの戦いよこれ。待て待て待て、ボールが跳ね返ってくる。うわ上空に飛ばされるボール、ででででででで、ちょっとよ落ち着いて落ち着いて、リカバリー待つ、ここに俺が挟む決めていく、4点目ガチ熱い。これ2点のリードでかいぞ。残された時間は残り 18.9 秒、まだワンチャンワンゴールあるだこれな。ちょ開幕これ挑むべきか、挑んでまず1キル取りに行くか。待てよ、1キルしっかりと確実に取りに行く。1キル1です交換で、カウントが進むから、残された時間はあと残り10秒ぐらいなんじゃないかなと思うんですけども、これもう1キル発生してないか、もう1キル発生してるっぽいな。残り7秒、
これあるぞ、ワンゴール、うわ熱いわ、熱すぎる、オールダウン、ラスト2秒、1秒入ることができるのか、厳しいが、しかし4対2で勝利、ガチ熱いウォーゾンカップ、さあスコア11153ゴール熱すぎる、マジでハットトリック決めたんじゃないですか、これ1試合にて3点獲得、基本プレイ無料で登場してるんで、よければぜひプレイしてみていかがでしょうか、ということで今回のこの動画少しでも楽しめたよと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にぐーんとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価です。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。